こんにちは。ウィークリー姫路の時間です。朝晩涼しくなりましたね。秋の夜長どのようにお過ごしでしょうか。10月4日姫路城三の丸広場で姫路城観月会が行われます。和太鼓演奏を聞いたり、お月見団子を食べたりと、秋の月をめでてみるのはいかがでしょうか。それではまず街の話題です。はじめに、日本スポーツマスターズ2017兵庫大会が9月15日から19日までの5日間行われました。スポーツ愛好者の中で競技志向の高いシニア世代を対象としたスポーツの祭典、日本スポーツマスターズ。2001年の第1回宮崎大会から毎年行われ、今年で17回目を迎えます。兵庫県では初の開催となりました。先生、日頃の練習の成果を存分に発揮するとともに、戦えることを感謝し、支えてくださっている方々に誇れるよう全力で挑むことを誓います。これまでシニア世代で障害スポーツに親しんでいる人が自己の技量を試す場はなく、またかつて競技スポーツで活躍された人にとってのセカンドステージもありませんでした。そこで発足されたのがこの日本スポーツマスターズ。日々練習を積み重ねてきた選手が同じ舞台で日本一をかけて戦うことができる、全国で初めての総合スポーツ大会です。原則35歳以上とされています。今回の開催地兵庫県では10市で13競技、姫路市ではバドミントン、空手道、軟式野球の3種目が行われました。軟式野球では今回韓国チームが参加、兵庫チームとの試合も行われました。5日間にわたり兵庫の各地で熱戦が繰り広げられ、盛り上がった日本スポーツマスターズ。来年は札幌市で行われる予定です。続いて9月18日動物愛護フェスティバルが姫路市立動物園で開催されました。動物愛護フェスティバルは9月20日から26日までの動物愛護週間に合わせて、この機会に動物の愛護と適正な飼育について理解と関心を深めてもらおうと毎年開催しているイベントです。ステージでは動物園写生コンクールと動物愛護をテーマにした標語の表彰式が行われました。今回の写生コンクールには532点の応募のうち、特別賞4点、金賞10点が選ばれ、標語は225点の応募のうち5点が優秀作品として選ばれました。それぞれの作品は園内の休憩所で展示されました。また今回は姫路桜ライオンズクラブより車椅子が動物園に贈られ、その贈呈式も行われました。この日動物園は無料で開放され、朝から多くの親子連れが訪れました。フェスティバルでは動物慰霊祭や
園内を散策しながら行うクイズラリー、犬猫の迷子札作り体験、また敬老の日にちなみ長寿動物に好物がプレゼントされるイベントも実施されました。訪れた子どもたちは多くの動物と触れ合うことができ、動物を愛する気持ちもより深まったようです。続いて視聴トークのコーナーです。広報推進員の三浦千佳です。このコーナーでは岩見利勝姫路市長とともに市政の現状や課題、取り組みなどについてお伝えしてまいります。豊かな自然に囲まれた姫路市は食材の宝庫です。そこで今回は地産地消についてお話を伺います。市長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず地産地消について教えてください。はい、地産地消とは地元で生産された食材を地元で消費する取り組みのことです。これによって消費者と生産者に様々な利点があります。どのような利点があるか教えていただけますか。わかりました。利点には大きく分けて4つのキーワードがあります。1つ目は新鮮で安心安全な食材、2つ目は地元の食文化によるふるさとへの愛着、3つ目は農水産業の活性化、4つ目は地球環境に優しいというキーワードです。ではまず1つ目の新鮮な安心安全な食材について教えてください。はい、姫路で収穫された食材は新鮮な状態で消費者に届きます。また地元の食材ということで、あの人が作った野菜は美味しいなと生産者の顔が見えることで生産者と消費者の信頼関係を築くことができるんですよ。なるほど、新鮮で美味しい食材が手に入るのは嬉しいですね。次に2つ目の地元の食文化によるふるさとへの愛着について教えてください。はい、直売所などでは旬の食材を手に入れることができるだけでなく、お祭りなどで振る舞われてきました郷土料理や家庭料理など地元の食文化に触れることができるんです。まさにこのことがふるさと姫路への愛着を深めます。郷土料理や家庭料理を食べるとなんだかほっとした気分になりますね。では3つ目の農水産業の活性化について教えてください。地元で生産された食材を地元で消費するということは経済的に潤うことはもちろんのこと、生産者は消費者の反応を身近に感じることができます。またこのことが農水産業の活性化へとつながって、地元の食文化などの継承によりまして地元を活性化させる力となります。では最後の地球環境に優しいとはどういったことでしょうか。はい、地元で生産された食材を地元で消費するということは農水産物の運搬距離が短くなりますので二酸化炭素の排出量削減にもつながるということです。昨年度毎月23日24日の2日間を姫路地産地消の日と制定されましたが、
地産地消を PR するための取り組みはどういったものがありますか？姫路マルシェなどの直売イベントを開催しています。また姫路地産地消の日には啓発活動も行っています。他にも地元食材の魅力を PR する取り組みがあるとお聞きしたのですが。播磨地域ブランド北条の国播磨のことですね。播磨地域ブランド北条の国播磨とはどういったものですか？姫路市を中心とする播磨地域は温暖な気候、肥沃な播磨平野や優良な漁場である播磨灘など様々な自然に恵まれています。昔から豊かな農水産物を生み出す北条の地域です。北条の国播磨はその素晴らしい地域の宝を多くの人たちに伝えたい、そんな思いから生まれた地域ブランドです。北条の国播磨大物産展が今年も開催されるそうですね。はい、9月30日土曜日と10月1日日曜日に大手前公園で開催します。姫路市をはじめとします播磨県域連携中枢都市8市8町の魅力的な特産品、加工品、農水産物など播磨のうまいもん、すごいもんが集結しまして、地元の方をはじめ多くの人に知っていただくためのイベントとなっています。地産地消への取り組みは私たち個人も気軽に始めることができますね。そうですね、地産地消への取り組みは消費者だけでなく地域にとっても良いことがたくさんあります。多くの方が取り組むことでその効果も大きくなっていきますので、市民の皆様も買い物をされるときは地元の食材を選ぶなど地産地消を取り入れてみてください。今回は地産地消についてお話を伺いました。市長ありがとうございました。ありがとうございました。姫路市危機管理室からのお知らせです。ただいまきらめく姫路交通安全城下町をキャッチフレーズに秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の最重点項目は子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止です。また重点項目はご覧の通りです。この時期は秋の行楽シーズンを迎え交通事故の多発が予想されます。夕暮れ時は早めに点灯するなど安全運転を心がけ交通事故を防ぎましょう。皆さん交通ルールを守り交通事故に遭わないように気をつけましょう。最後にハッピー姫実行をご覧いただきながらお別れしましょう。さようなら。